ミシェル・ロッキーが同い年という、そうなんです、ね、はい、そして誕生日も3日違いという、3日違いご縁を感じまして、今年は吉原騎手でという、はい、ね、はい、あとはですね、エミズ・パラダイスが、はい、シンバなので、ちょっと気になるなと思いまして、さやかさん、ワーストラブル、はい、はい、あと、あ、そうですか、アウトジェネラル、すべて、人気のもの、ちょっとあの、ずっと過ぎないかな、やっぱり思いますよね、私もね、それ上位5頭の人気をそのまま言ったのではないかというのを、ね、本当にそう思って、ちょっとあれかなと思ったので、はい、ジャングルスマイル、ジャングルスマイル、そしてアウトジェネラル発売だそうですよ。これすごいことになります。すごいことになります。言っておきますけど、私が無理に言わせたわけです、ね、ちょっとあの磯山さんも5頭ではあまりにも素直すぎるということで、そうなんです、そうだっていうね、そこで考えて、まあ、内田敏夫騎手、ミスターピンク、ミスターピンク、はい、はい、で、本当にあの笑顔をよく振りまいてくださる状況です、はい、ベテランです。それにスマイルですね、スマイル、ね、内田敏夫